だから急げの歌ざる今回は、はい、山梨県甲府市にあります遊ぶ亀と書いて有機公園付属動物園でございます、はい、まあ、一部の人はよく知ってると思うんですけど、磯部さんは大の亀好きでありまして、はい、今回ね、甲府でライブ弾き語りやるにあたって、まあ、やっぱ新玄城、甲府城が一番ヒットかと思われましたけど、はい、やっぱり磯部さんの好きな亀にまつわる、ね、動物全般好きなんですけど、本当は亀飼ってますからね、ジクガメ飼ってるんで、はい、あのミュージックビデオにもよく登場する、はい、ギクガメのシロちゃん、ええ、今日はだからこの遊ぶ亀公園がどんだけ亀と戯れてるか、はい、一応確認をしにやってきたと、はい、はい、それでは行ってみましょう、レッツゴー。テーマ、これうちで飼ってるホリスフィールド四つ指肉同じですかこれ言われてます。シロちゃんと一緒、はい、こういう感じですね。キャベツ、キャベツは与えません。うちはあんまでかくならないですよ。20センチぐらい。そうです。みんなこれ結構これゾウガメっぽいのね。キズメはもう70、もうすごいでかくなりますね。詳しい、本物ですね。そうですね、すごい詳しいです。本物のすいません、カメラもまた違いますね左アフリカすごい、いい声出すと笑ってくれるんですよ。マジですか、かわいい、踊ってますね。ゾウさん、ゾウさん、お花が舞うね、ゾウさん、ゾウさん、楽しくて踊ってる。すごい顔が笑ってるみたい。楽しいんでしょうね。めっちゃ可愛い、すごい、なんか癒されますね。近くに民家があるっていうのは。そうだね、あの家は毎日見れる。まあ、めちゃくちゃタダで見れちゃってるし、あと毎日ゾウ臭いってことですよ言い換えると、まあ、大人になったからね、俺んちゾウ見れんだよみたいな、うん、そういうね。そうです、まあ、子供の頃の、ね、自慢になる。お猿います。いろいろいますね。リスザル、リスザル、モザル、長い、尻尾すごい、チントンの難しいサル、動くんですよ。テナガザルですね。そうです。これがこうペンギンの形してもすごい可愛い。大さんだって写真撮りたい。これがもうですね、素晴らしい。ああいいショット、これだった。皆さん見て。いいショットですね、あの子と。ちょっと暗いけど、はい、あの子と猿。これなんかシングルのジャケットとかでもいいんじゃないかぐらいね。言うなればこれ忍者タートルズより早かったと思うんですよね。扱い悪いな。動かせない。それビヨーンって上がる。ちょっと手離して。違うね、緩い。でもこう中国から送られている。ね、送られてきた桃みたいですよ。あ、チンパンジー、チンパンジー元気かな。こんなに元気ない子いるだろうか。めっちゃ元気ないです。大丈夫か、元気出して。やっぱうたざるですからね、猿はちょっと一言と思えない。そうですね、鉄筋僕は鉄筋です鉄筋亀行ってみましょうか。亀行ってみましょうね、むっちゃでかいですよ。1メーターぐらい。あれです、超でかい。あ、かわいい。かわいい。かわいいね。色味がいいね。サファリ。あー、こいつ。はい。これもかわいいですよ。一緒にやる。旅やんないですよ。すごい。パンクスですね。パンクスですね。完全に落ち武者ですよ。完全のカメラ。ちょっとうちの息子に似てます。毎回見どころ満載です。あ、まだまだ。すごい。
舐めてます。コンドルが、コンドルが飛んでいく。アザラシだ。ほら、僕アザラシって書いてある。開いた、開いた、ミダヤスが来た。かわいい。何がベーツ、じゃん。片足で立つ理由は休むため。そうなんですよ。あれ、マジですか。はい、これ磯部さん書いたんですか。めちゃくちゃ近いです。すごい、いい感じ、うん、いいですね、声が。ちょっとこっち向いて、こっち向いて。動物喋れるんだよ。オッケー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 。いいですよ、いいですよ。自然な感じが、自然な。お疲れ様です。いいです、すごく収まりました。収まりましたじゃれ方はうちの息子と全く一緒ですよ。怖い。ちょっと痛い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 、マジで。あ、そうだ、ペンギンいます。ペンギン少ない。ペンギンはね、あん、あんペンギンの鳴き声怖いです。この距離感、これは超見てますよ。めっちゃ怖い。やばい、めちゃくちゃでかい。ライオンっていつも思うんだけど、めちゃくちゃ顔でかい。胴と同じぐらい顔がある。これやられますね。実際にこれでもストレスたまってるぐらいもう倦怠期みたいな。どうしようもない感じですね。ウォーって言う気もない。山梨山椒でおなじみの近っ。白髪が毛羽立っちゃったおばあちゃんみたいなね。俺触れちゃうよこれ。触っちゃ悪いんですよ。うんちが落ちてくるかもしれません。気をつけてください。危なそうだね。これ完全に完全に触れちゃう距離ですもんね。これめちゃくちゃ近いですね。いいんですか。おとなしいでしょうね。怖いなこれ。何の生き物か分かんないもん。いい髪型してますね。散髪したの目指しそうな目ですね。嫌なんだ。しかし未だに亀が見つかりませんけど、ね、亀どこいるんですよね。すいません、亀はどこにいるんですか。まだ出てきてなくて、明日出てきます。明日からです。あ、分かりました。ありがとうございます。残念です。残念です。今回のオタザルは、亀見に来たのに、亀がいませんで、公開はまだだ。もうちょい、明日からでしたね。明日から。一日早かった。今回は、甲府にあります、山梨県甲府にあります、有機動物園、付属動物園。そうですね。亀に遊ぶと書いて有機なんで、当然亀もいるって書いてあったんですが、はい、残念ながら明日からの天使となって、なので磯部さんの大好きな亀に会えずじまい。会えずじまい。でも言い換えれば、要はもう一回来いってことですよね。その明日以降のそうですねタイミングでもう一度また僕でライブやってくださいということだと思う。次回はじゃあバンドセットで、はい、お帰り咲きましょう。我々は、はい、あー、見たいなんだ。ね、小さい動物園だと聞いてましたけど、なかなかこう、いや、いいよね、ここ動物が近くて楽しめる。ぶっちゃけ触れるもんね。はい、だって山嵐に触ったことないもんね、普通。そうですね、うん、そんなに寄ってくると思う。結構ね、ざっくりした管理ですね。そうだね。でも、それが逆にいい。ライオンはいますね。アフリカ人。子供全部安心して。